はい、今回の動画は Windows 10の Explorer を操作するときに使うと便利なショートカットキーをいくつかご紹介します。で、この、ね、Windows 10ので、ね、Explorer ですね、まあ、以前の Windows のバージョンからずっとあった機能ですけども、こちらね、このタスクバーとかにある、ね、このボタンをクリックすると、まあ、この、ね、いろいろ C ドライブのねこの中身を見てみたりだとか、あとご自身のそういう、ね、保存したファイルを見たりだとかする画面になるんですけども、まあ、もちろん、ね、こういったところをマウスの操作で、ね、こう操作していってもいいとは思うんですけども、 まあこのエクスプローラーをね操作するときに、ショートカットキーっていうのをですね、いくつか使うことによってですね、作業がね効,率化効率化できたりとかねえしますんで、今回の動画ではこのエクスプローラーのね画面でですねえ使うと便利なショートカットキーをですねご紹介します。じゃあ、それではまずね、このエクスプローラーの起動自体ですね、こちらもですねショートカットキーを使うことができます。で、そのやり方なんですけども、キーボードのですね Windows キーですね、��のマークのキー、こちらをね押したまま、アルファベットの E ですね、エクスプローラーの E ですかね、こちらをね押し はい、そうするとこういった形で、ね、エクスプローラー自体をです、ね、ショートカットキーで立ち上げることもできます。はい、で次に、ね、覚えておくと便利なのが、ねまあ、エクスプローラーで例えばこう C ドライブとかを開いてです、ね、この1つ前の表示に戻したいといった場合はです、ね、キーボードの Alt キーです、ね、ALT というキーを押しながら矢印キーの左を押します。 はい、そうすると、一つ前の画面に戻すことができますので、これも、ね、覚えておくと便利だと思います。はい、で今と、ね、同じような操作で、今度はです、ね、こう階層を、ね、どんどんこう、ね、深く入っていく時があると思います。まあ、ちょっとこれ浅かったですね。まあ、ちょっとこういった形で階層をどんどんで、ね、深く入っていった時きに、一、まあ、つ上の階層に、ね、こう戻っていきたいと言った場合はです、ね、先ほどと同じでオールキーを押しながら、今度は上矢印キーを押します。はい、そうすると、ね、こう一個一個。 一つ上の階層に戻していくこともできますので、まこれもですね覚えておいてもらえるとね便利かなと思います。 はい、で次に、ですね例えばですねこのエクスプローラーでこのじゃあ C ドライブの中身をねこうダブルクリックで開きましたといったときに、これ、今見てもらって分かるように、この同じウィンドウでね開いてしまいます。まあ、こういった形以前のね古いね、まあ、Windows95、まあ、とか、ね、98とか、まあ、XP ぐらいまでですかね、はですね別のウィンドウで開いたりとかしたんですけど、今はですねこういうねこのがパソコンの画面をねあまりこう乱雑にしないように同じウィンドウで開くようになっています。でまあ、この時にねきに、まあ、同じウィンドウで開いてもいいというときもあれば、まあ、別のウィンドウで開きたいというときも、ね、あのたまにあると思います。 まあそういった時はですね、キーボードのコントロールキーですね、CTRL というキー、まあ、こちらを押しながら、まあ、例えば C ドライブなし C ドライブをダブルクリックします。 はいえー、そうすると、これ今見てね、分かるようにですね、この別のウィンドウで元のウィンドウがあったまま、この、ね、C ドライブの中身が開くと、えー、いうこともできますんで、まあ、この操作もね、覚えておいてもらえるといいかなと思います。はい、であとは、最後ですかね、こちらのこのね、エクスプローラー自体を閉じる、えー、場合もですね、ショートカットキーを使うことができます。こちらはですね、先ほどと同じでキーボードのコントロールキーを押しながら、えー、今度は W ですね、ウィンドウの W になるんですかね、コントロールプラス W を押します。はい、そうすると、エクスプローラーをね、こう閉じることもできますんで、まあね、最低限でもこのぐらい のショートカットキーを覚えておいてもらえるとですね、こうエクスプローラーを使って作業するときに、まあ、結構効率よくできると思いますんでね、まあぜひこのショートカットキー覚えておいてもらえると便利かなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方最後まで見ていただきましてありがとうございました。